それ本当はセットでボールね。で、モニタリングしてる？はい。なんであいつ書いてた？来てない？なんであいつバック？キックオフが向こうじゃない？もしかして。黒見てるかな。ちょっとピックアップする準備してね。あ、下がった。いや、強調してるな。強調してる。してる。ああ、電圧か。あ、これキックオフ？あ、いや。あ、シュートする。ウェイトが大きいんだ。ああ、見えてないね。アタッカーに変わった。あるあ、4番ピックアップしてあげて。フェリックスだけやんなくていいよ。で、実は3機体いると1、2、3って3箇所に分かれるので、うん、なので前に行ってる。多分ボールを見えたというよりは指定の位置が前だから前に行ってると思う。なんか右に逃げてないね。外れこいつ優秀だな。結構見える。ああ、見えてない。うわー、ホームポジションがそっちか。あの白線の上に黒だから。邪魔だからピックアップして。ボール邪魔だから、あのセンターまで戻したら、あそこすごく、うん、あ、我々のボールだよね、それ。うん、だよね。じゃあセンターから横から入れてあげてください。ちなみに、なんだっけ、ウォークフラッグが入ってるのってないんだよね、これ。これ入ってる。はい。で、平田君、足を白線に乗っけると多分ボール見える。はい、じゃあもう一遍やり直して、何が原因か見たい。うん、足だよ、その足。あ、違うな。黒のロボット、
そこら辺ベコベコ。いろんなロボットがそこら辺でこけてたから結構きついのかもしれない。で、情報共有がメインだとしたら出す、あのもし見たかったら出してね、複数台。で、このこけかかたしたときにどっちにシュートするか。あ、いいね。あ、向きやっぱりずれるな。ゲームモニター見れてないよね。これぐらいずれるってことだね。そこ跳ねるね。あの場所を考えた方がいいかも。いやでもそこ歩いてたんでさっき。ここやばい。うん。いや、そういうので言うと、まだ生きてると思うんで、あの歩行の 80% 8割で歩くっていうスイッチあるんで、ステーブル、それ一応練習で使っといた方がいいかもよ。はい、あと15分でおしまいですよ。あと15分切ってますよ。8割になってる。むしろよりアグレッシブになってるような逆スイッチが。あ、もうその前やる。うん、その前やる。もうシャットダウンしてた方がいい。無理。誰か手開いて。シャットダウンでよし。これ本当に下げた？下げてある。いや、平田は、はい。下げたそれ。テーブル下げた。ああ下げました。さっき山本先輩が確認した通りです。なんかよりアグレッシブになってる気がする。逆とかスイッチの今までずっとステーブルで動いてた。いい。見えてるから、ゲームモニター見えてるから、ゲームモニター見えてるから。
うん、カリカリ言ってるあれじゃん、この距離見えない、寄れない。これはどういう状況かって分かんないよね。これでも寄れてない。ボール動かしてみる。すごいな、なんか倒れそうで復帰するな。うん、それネジ落ちてる、落ちてる、ここここ。もしかしてラインに乗るとダメとかこれ。あ、落ちた。あ、やばい、腕が。うん。